お母さんの前で元気に泳ぐカバの子供。も今日、旭山動物園のインスタグラムの公式アカウントで配信された動画ですこの生配信は、救援中の旭山動物園が自宅にいながら動物園を楽しんでもらおうと始めました初日の今日は、間もなく一般公開をするカバの子供を紹介しおよそ30分間で、延べ3700人以上が生配信を視聴しました 臨場感みたいなものも少し伴いながら動物園に行きたようなあのふと動物たちのことを見れたようなそんな気持ちになっていただけたらいいいのかなととうことで。生配信はあすとあさってまた6日、ご覧の時間にその日ごとに動物を変えて行われます。ニュースをお伝えしましまた。